イノシシイノシシ,イノシ,シチョ英名ボアガクメはクジラタマ、ヒズメメイノシシ科の一種ョトツモ突毛ンという性格ができるほどと進力が強い反面神経質な動物でもある嗅覚が鋭敏で知能も高い本種の家畜化が豚である日本の民族風習においては十二支の十二番目意として知られる 学名は、であり、イノシシ族、オスブタという意味で、リンによる命名である。牛や馬など他の家畜の学名では、野生種より前に、家畜種に命名されている例が多々あり、選手権の点から問題となった、審議会の強権により解決されたが、イノシシとブタの間では、そのような問題は起きなかった。なおブタの学名は、であり、 家畜のと家畜化されていることが強調されている。英語ではボアーであるが、虚勢していないオスブタという意味で使われることもあるため、区別するためにワイルドボアーやワイルドピックとも呼ばれる。古い大和言葉では、イと呼んだ。イノシシは、イ、チョノシシ、肉が語源であり、シシは、大和言葉で、肉を意味する、肉は、音読みのボ音ン。現代中国語では、イノ。 祖の漢字は主に豚の意味で用いられており、イノシシは、ヤチョ、チョと呼んで区別する。元来は、アジアやヨーロッパなどを中心に生息していた。人間によってイノシシ、またはその家畜化された豚が最野生化したものが、アメリカ大陸やオーストラリア大陸などにも放され、爆発的に生息域を広げることになった。分布地域によって個体に大きな差があり、米国アラバマ州では、 体長約2.8メートル、体重約470キログラムもある巨大なイノシシが過去には仕留められている。中国東北部のイノシシも体重300キログラム以上に達するものがある。日本には北海道を除いて日本イノシシと琉球イノシシの2アシュ内市や重山諸島のグループをさらに分けた3アシュが分布す。いずれもイノシシのアシュではなく、 別種として分類すべきとの議論もなされている。古くから狩猟の対象とされてきた動物の一つで、あるが、非常に神経質で警戒心の強い動物である。普段より見慣れないものなどを見かけると、それをできるだけ避けようとする習性があり、人間と遭遇した場合でも何もしなければ逃げ出すが、挑発を受けると反撃に出る。基本的には、中高生であるが、 人間の生活圏と重なる場合は人間を避けるため、夜行性を示す。非常に都心力が強く、ネグラなどに不要意に接近した人間を襲うケースも多い。イノシシの成獣は7 0ラムかそれ以上の体重がある上、時速4 5トルで走ることも可能であり、イノシシの全力の突撃を受けると、大人でも跳ね飛ばされて、大怪我を負う危険がある。オスの場合には、 牙も吐いているため、たとえ立ち止まっている場合でもオスの場合は鼻先をしゃくり上げるようにして牙を用いた攻撃を行う。オスの牙は非常に鋭く訓練された猟犬であっても縫合が必要な大きな裂傷や深い死傷を負う場合があり、作業服程度の厚さの布も容易に切り裂いてしまうという。牙による攻撃はちょうど成人の太ももの高さに当たるため、 人間が攻撃された場合、大体動脈を破られて失血死するケースが多く、非常に危険である。メスは、牙が短いため、牙を直接用いた攻撃をすることは少ないが、代わりに大きな顎で噛みつく場合がある。メスであっても小動物の死子の骨程度であれば、噛み砕くほどの力があり、遭遇した観光客に噛みついて、重軽傷を負わせた事例がある。 多くの匂いに誘引性を示し、谷等の外部寄生虫を落としたり体温を調節したりするためによく水浴を行う。泥浴、水浴後には体を木にすりつける行動もたびたび観察される。特にイノシシが泥浴を行う場所は沼田城、ぬた場と呼ばれ、イノシシが横になり転がりながら全身に泥を塗る様子から苦しみあがくという意味のた打ち回る。 乗った打ち回ると、いい言葉が生まれた。知能が高く、障害物の構造を目視で把握し飛び越せても、通過できないなどの判断ができる。飼育されている個体が地面を掘る際に、木の棒を使うなど、道具を利用することもある。学習能力や記憶力も優れており、イノシシのテーマパーク、アマギイノシシ村では芸を仕込み舞台で披露させることに、成功した。 一度侵入に成功した場所には繰り返し出没するが、危険な場所も把握して近寄らないため、農作物の被害が深刻化するイノシシ問題で口実。生息域は、低山帯から平地にかけての雑草が繁茂する森林から草原であり、特に身を隠せるヤブや水場が近い場所を好む。植生は、基本的に山林に生えている植物の根や、地下茎、芋など、 冬場は、カッコンも食べる、果実、どんぐりなど、タケノコ、キノコなどを食べる、装飾に非常に偏った雑食性、植物質、動物質級である。芋類は、嗅覚で嗅ぎつけ、ホットキバで掘り起こして食べる。動物質は、季節の変化に応じて、昆虫類、ミミズ、サワガニ、ヘビなどを食べる。食味がよく簡単に手に入れられる、農作物を求めて、 人家近辺にも出没することがある。穀物も採事対象であり、田畑で実った稲やトウモロコシも食害に合う。蝶類やアカシカなど小型哺乳類なども採事し、死骸が落ちていた時に食事する。野生下での寿命は長くて10年であり、1年半で生成塾に達する。幼少期には、島リ、シ島ウリに似た、島模様の体毛が体に沿って縦に生えており、 生体よりも薄く気化色をしている。イノシシの幼少期は天敵が多く、この島模様は春の木漏れ日の下では保護色をなす。その姿形からウリボウリンウとも言う、ウリンコ、ウリッコとも呼ばれ、この島模様は授乳期を過ぎた生後約4ヶ月程度で消える。繁殖期は12月頃から約2ヶ月間続く。繁殖期のオスは食欲を減退させ、 発情したメスを探して、活発に徘徊する。発情メスに出会うと、そのメスに寄り添って、他のオスを近づけまいとし、最終的にはより体の大きな強いオスがメスを獲得する。メスの発情は、約3日で終わり、交尾を終えたオスは次の発情メスを探して、再び移動していく。強いオスは、複数のメスを獲得できるため、イノシシのコインシステムは一種の一夫多妻であるとも、 言える。オスは、長い繁殖期間中ほとんど、餌を取らずに奔走するため、春が来る頃にはかなり痩せ細る。巣は窪地に落ち葉などを敷いて作り、出産前や陶器には、枯れ枝などで、屋根のある巣を作る。通常4月から5月頃に、年1回、平均4.5頭ほどの子を出産する。秋にも出産することがあるが、春の繁殖に失敗した個体によるものが多い。 妊娠期間は約4ヶ月。オスは単独で行動するが、メスは人腹の子と共に暮らし、定住性が高い。子を持たない数頭のメスがグループを形成することもある。短い足と寸胴に似た体型に見合わない、優れた運動能力を持ち、最高では人の短距離走世界記録保持者、100メートルを約9秒台後半10秒、時速36キロメートル強をもしのぐ。 約時速 45km の速さで走ることが可能、ある。跳躍力も高く、農研機構近畿中国四国農業研究センターの実験では、70kg の成獣が 121cm の高さのバーを助走もなしに飛び越えたことが確認されている。また、ホット牙で土を掘り起こせるため、飛び越えられない高さの柵でも、支柱の下の土を掘る。 背の力を使って下から押し上げる、突進して破壊するなどの行動により柵策で囲われた農地にも容易に侵入切る。ただし94センチメートルの柵でも忍び返しを設置すると踏切位置を下げすぎて飛び越せなくなる。扁平になった鼻の力、実際には首上司の力はかなり強く、オスで70キログラム以上、メスでも50から60キログラムもある石を動かすことができる。 基本的には水を嫌い泳ぐことはないが、追い立てられたりしてやむを得ず泳ぐこともある。犬かきで時速4トル程度を出せ、3 0トルの距離を泳ぐことも不可能ではないという。瀬戸内海では、島の間を渡るイノシシが、たびたび目撃されている。欧米でも、グッドスイマーと呼ばれているという。積極的に前進することや向こう水に進むことを、 初突猛進といい、これは、イノシシが、まっすぐにしか進めないところから来ていると言われている。実際には、他の動物と同様前進している際、目の前に危険が迫った時や危険物を発見した時は急停止するなどして、方向転換することができ、まっすぐにしか進めないという認識は誤りである。大型肉食動物、虎、ライオン、ヒョウ、オオカミ、クマ、ワニ、 オロチなどと、イノシシの生息地が被むる際には、主に幼獣を含む中小の個体が、他の夕日詰め類と同様に捕食対象となるが、普段から藪に隠れて行動し、危険を察知すると即座に逃走するためよいには、捕食されない。逆にオスの大型個体であれば、牙と突進により帰り討ちにするケースも見られる。なお、それらが生息していない地域や、 過去には生息していたが現在では絶滅している。地域では、生獣を殺害、捕食する、大型動物は、人間以外にはほぼ存在しない。そうした地域では、野犬やカラス、キツネや大型の猛禽類等が幼獣を捕食する、程度である。ママルスピーシーズ・オブ・ザ・ワールド、サード・エディションによれば、イノシシには16のアシュが確認されている。ただし、この資料は豚を扱っていない。 日本列島には、イノシシの亜種である、日本イノシシと、琉球イノシシの2亜種が分布している。日本イノシシは、本州、四国、淡路島、九州等に生息する。琉球イノシシは、南西諸島の奄美大島、南西諸島の内琉球諸島の一部、沖縄島、石垣島、西表島等々に分布している。北海道は、現代のイノブタを除き野生のイノシシが、 自然分布していな。日本イノシシ、日本イノシシは、本州、四国、九州とその周辺にあるいくつかの島、淡路島、小豆島、五島列島などに分布する。足が短く、雪が苦手なため、豪雪地帯には分布しないとされてきたが、日本海側では平年値の積雪が2メートルを超える、福井県の山間部にも出没するようになった。長野市、 須坂市など、長野県北部の島地でも目撃され、人的な被害も報告されている。また、太平洋側では、宮城県南部が分布域の北限とされていたが、近年は、北上傾向にあり、同県仙台市の西部にある、大武山系、泉が竹のすそのでの生息や仙台七夕用の竹の被害などが報告されている。沖の島には、 琵琶湖を泳いで渡ったイノシシが定住しつつあり、特産品のサツマイモを含む農作物への被害が深刻化している。九州の離島では、本土や他の島から泳いで渡ったとみられるイノシシによる農作物への被害が相次いでいる。津島においては、江戸時代に農業被害に悩んだ津島藩が9年間で約5000人を動員し、約8万頭駆除した。 しかし平成になって、経緯は不明ながら、野生イノシシが再定着している。従来は、絶滅と判断されてきた北東北でも、目撃件数が増え、農作物被害も出ている。山形県は2003年発行の、レッドデータブック山形で、絶滅に区分したが、2017年度時点で、県内に3200頭、推定生息しているとみられる。 秋田県では2012年2月に県南部の湯沢市内で初めて目撃され2017年度の目撃は43件だったが2019年度は1月21日までに69件目撃され目撃現場も北上しておりすでに定着していると考えられる同県自然保護課さらに北の青森県でも南部の深浦町で2017年8月に 初めて確認された。2019年度は、目撃情報が12月までに13件に上り、生息域が北上している。ホノア種は、飼料対象獣であり、その商品価値は、食肉用として高く、他の対象鳥獣と比較しても人気がある。その結果高い狩猟圧がかかるようになり、局所的な個体群の衰退も見受けられるが、逆に分布を拡大させている地域も多い。 体長はオス1 1 0 1 7 0ンチメートル、メス1 1 5 0トル、肩高6 0 9 0トル、お腹3 0 4 0トル、体重8 0 1 9 0ラム、岐阜市で約2 2 0ラムものオス個体が捕獲されたこともあるで、メスはオスよりも小さく、性的苦手が見られる。全身茶褐色から黒褐色の合毛で覆われる。指の数は、 前後ともに4本で2個のひずめを持つ。雌雄ともに、下顎の剣士が発達して、牙状になっており、オスは特に長い。オスの牙は、生後1年半ほどで確認できるようになり、半月型に曲がった形で、修正成長を続け、最大で15センチメートルほどまでになる。上顎の剣士も大きく、それがすり合わさるよう科学の剣士が生えているため、 常に研磨された状態の牙は非常に鋭い。ただ、この牙は後方に湾曲しているため、攻撃用というよりも、むしろ護身用である。湾曲の度合いも、豚と比べると言う雑食性で、クズや山の芋などの根や、シー類の喧嘩、どんぐり、小動物、昆虫類や、ミミズ等を捕食する。繁殖期は年一回、春頃であるが、 年2回出産することもある。琉球イノシシ、琉球イノシシは南西諸島の一部、奄美大島、掛路間島、受島、与えろ島、徳之島、沖縄本島、石垣島、入表島,島に分布する固有亜種である。沖縄方言では、山獅子、または山獅市と呼ばれる。奄美方言では、獅子と呼ばれ、入表島では、釜井と呼ばれる。 生態的な特徴は、日本イノシシと同様であるが、生息域が亜熱帯のためか、春と秋、双方に繁殖期がある。各党でその体調、体重には、差異があり、いずれも、日本イノシシと比較するとかなり小さく、体長は90、110センチメートル、体重270キログラム程度である。日本イノシシが当初化現象で、小型化したとも考えられるが、 頭骨の形状の違いなどから、別種の原始的なイノシシとする見解もる。西表島及び石垣島の個体群はさらに小型で5 0ラム程度にしかならない。また、沖縄本島及び、奄美群島の個体群と遺伝的に異なっている上に、頭骨のうち、上顎骨にある涙骨と、郊外列の形状、の数や位置に相違点があるとの報告があり、今後検討を経て、 別足とされる可能性が高い。食生は雑食で、スダジー等の好みや小動物、昆虫類やミミズ等を捕食し、夜間に農耕地に出没し、農作物を食害することもある。繁殖期は年に2回、10、12月、4、5月で年に1から2回出産すると考えられている。奄美群島の琉球イノシシは、頻繁にウミガメの卵を食べるようになったことが、 知られている。徳之島の個体群は、環境省レトリストで、地域個体群に、鹿児島県マンレッドデータブックでも絶滅危惧愛類で、掲載されており、保護の重要性は高い。西表島には、比較的多くの個体が生息するが、森林開発や狩猟により、全体的な個体数は減少傾向にある。 豚はもともと、イノシシが家畜化されるうちに品種化していった動物であり、現代中国語で、チョという単語、文字は一般的に豚を意味する。イノシシを表記したい場合、ヤチョと表記する。豚を特に区別する場合は、ヤチョと表記する。日本列島では、縄文時代にイノシシの使用が行われていた。豚は、弥生時代にアジア大陸から末に家畜化された豚。 弥生豚が持ち込まれたと考えられている。縄文時代の遺跡から出土する動物の骨の約9割が鹿とイノシシでありともに主要な飼料対象獣であった。北海道や離島からも骨が出土し、これらの島には人為的に持ち込まれたと考えられている。山梨県北都市大泉城の近世遺跡は八ヶ岳南陸に立地する縄文時代後期の遺跡で、 排斥以降が出土したことが知られる。近世遺跡からは焼けたイのシ使用獣の化学骨がまとまって出土しており、潤化して使用状態において食用にまびいていたとも考えられている。日本で獣肉食が表向き近畿とされた時代も、山間部などでは山鯨ら、肉の食感が芸肉に似ているためと称して食されていた。薬食いの別名からもわかるように、 需要競争の食材とされていた。獅子に、ボタンという制句から、獅子をイノシシに置き換えて、ボタン肉とも呼ばれる。文芸では、情報落語、池田のイノシシワイなどに登場する。イノシシ肉の鍋料理を、ボタン鍋と称する。南西諸島の奄美大島、沖縄本島、西表島などにおいては、歴史的にも肉食のタブーの影響がないまま、 琉球イノシシが貴重なタンパク源としてよく食べられている。西郷隆盛も奄美大島で好んで食べたとされる。日本においては多くがシシシル、シシ鍋として食べられてきた。近年は焼肉、バーベキュー、炒め物にすることも増えている。農業への獣害防止を兼ねて、捕殺した野生イノシシをジビエとして販売する取り組みも、 行われているが、供給に比べて需要が少ないのが現状である。アマ大島では保存性を目的に、琉球イノシシ肉の塩漬けも作られ、マシウチケイジシと呼ばれた。また、味噌漬けにする例もある。イスラームやユダヤ教などでは、豚肉と同様にイノシシの肉も禁付される。イノシシによる食害は、日本で農厚が始まって、以降、深刻な問題となってきた。 江戸時代の東北地方では、天候不順による不作とイノシシの食害による飢饉が、が、ョキかつ、ケガチと呼ばれた。イノシシの田畑への侵入を防ぐ、獅子シ獅シ子キ,シシキを作った地域もあった。三重県伊勢市の猪狩神社の祭神、猪狩日女命、猪狩姫のみことは、その名の由来が怒りであり、五国を食い荒らすイノシシを狩る女神だとされている。 養豚業に打撃を与える豚これらの媒介役にもなっており、農業被害抑制と合わせて野生個体の駆除が強化されている。近年、人里に出没する日本イノシシの数は増加傾向にあり、特に過疎地や高齢化集落において農林業被害、食害、踏みつけ、掘り起こしを及ぼすことが問題となっている。特に山林でどんぐりが少なくなる8月には、 田畑が、格好の祭事対象となる。広島県や兵庫県などをはじめ本州の各地で、住宅地付近にまで出没し、民家の庭や、路上のゴミを荒らす生活環境被害や、噛みつきなどの人的被害も品質。イノシシに襲われた結果、死亡事故につながる場合もあり、行政も対策に頭を悩ませている。近年では線路に侵入して、列車との衝突事故を起こし、 ダイヤを乱した事例を見られる。被害対策としては、爆竹音を鳴らしたり、石油臭を利用するなどの方法があるものの、イノシシは高度な学習能力を持つためいずれも、継続的な効果は期待できない。完全に防ぐには、電気柵や強固な鉄柵を張るしかないが、経費の問題もあり、あまり現実的ではない。広島県の呉市や竹原市などは、防護柵の設置に補助金を支給している。 駆除経費の確保と地域振興を兼ねて、狩猟や罠で確保したイノシシの肉を、他の野生鳥獣肉と並ぶジビエとして、加工、出荷する取り組みも行われている。ジビエとして、有効利用できない場合、駆除したイノシシの死骸は地面に穴を掘って、埋めたり、発酵槽に水、おがくずと共に入れて、微生物による分解で減用したりして処理する。 かつては農林水産省の補助事業も行われたが、2009年の事業仕分け WG3 に図られた際に重要な課題であるということは認識しつつも国が実施すべき事業ではない。との意見が示され、2010年度からは都道府県に対する交付金となった。兵庫県の六甲山では野生のイノシシとの接触機会が多く、 1960年代より、登山者によって、餌付けが行われるようになり、大規模な餌付け場として、足合のシ司シシ村が作られるなど、六甲山系全体でイノシシに対して、餌付けが行われたが、人慣れしたイノシシによるトラブルが増加し、2002年に、神戸市は、全国で初めてイノシシへの救仕などを禁止した、イノシシ条例を制定した。 日本イノシシの個体数の増加傾向の原因として、畜産用に飼われていたイノシシと豚との間の一台、雑誌である、イノブタが飼育中に逃亡し、野生のイノシシと交配し、豚の多産性質を広めているという説がある。過去にイノシシが絶滅した千葉県では、狩猟目的でイノブタ及びイノシシを放した証言があり、近年出没する個体はその子孫ではないかとする、見解もる。 千葉県イノシシ基本管理対策基本方針。タケノコの季節には、いない用物の大半がタケノコであり、放置竹林が問題であるとする説もある。中山間地の過疎化による、休耕地や耕作放棄地の広がりがイノシシに、格好の餌場や住みかを提供し、そのために人里近くまでイノシシが出没するようになったことが原因であり、イノシシの個体数そのものは、 従前とあまり変わらないのではないかとの考えもある。耕作放棄地を整備したり再び畑として利用したりすることで、イノシシが近寄りにくい環境にする取り組みも割れている。ヨーロッパでは1980年代よりイノシシによる農業被害の対策として、耕作地にイノシシを接近させないために森林内での給仕が行われている。しかし、給仕の向上化は、 人の餌になれることによって森林の食物資源としての価値を下げてしまうことや、イノシシの個体数の管理リスクが生じるなど、問題点も指摘されている。日本においては、ライフルや散弾銃などを利用した重量捕獲は、人家近くでの発砲は原則としてできないため、捕獲範囲が限定されている。領有界に所属するハンターの高齢化による作業人員の減少により、 必ずしも本格的な駆除には至っていない。一般市民が罠を用いて捕獲する場合は、狩猟免許の取得や自治体への届け出が必要であ、実際の駆除開始まで時間や手間がかかることも多い。イノシシの罠漁では主に箱穴やくくり罠が用いられるが、いずれの漁具を用いた場合でも罠にかかったイノシシの止め差しは重機を用いない場合には、非常に大きな危険が伴う。 例年罠にかかったイノシシの止め差しに際しては事故が多発しており特にくくり罠の場合には抵抗するイノシシによってワイヤーが断裂しり止め差しに入った際に反撃を受けたり飼料者自身がワイヤーに巻き込まれたりするなどによって死亡事故につながるケースもある環境省や地方自治体は止め差しの技術向上や重機による止め差しの要件緩和などが 自己防止の喫緊の課題であるとしている。ドイツでは、イノシシとの接触によるレプトスピラ症の感染例が報告されている。また、日本のイノシシは高い確率で日本農園ウイルスに感染しているという報告があり、イノシシと人間の接触機会が増えると、感染症伝搬の危険性も増加すると考えられる。人獣共通感染症も参照。飼育は、 豚が中心であり、イノシシを飼育する場所は少ない。イタリアのチェルビアにある自然公園では、イノシシが飼育されている。ドイツでは、ドレスデン近郊のモーリッツブルクに農場があった。静岡県伊豆市には、国内唯一のイノシシのテーマパーク、天城イノシシ村があったが、観光客減少のため、2008年、平成20年11月30日に閉鎖された。 イノシシは多産であることから、東アジアでは、子孫繁栄を祈願するイノコと呼ばれる年中行事や、イノコ餅を食べる風習がある。日本の縄文時代には法上の象徴として、縄文時代の精神世界においても重視されていたと、され、土器文様としてイノシシ装飾が見られる。金星遺跡の衝骨も何らかの祭祀に関わる遺物で、あると考えられている。コマイノシシは、真摯一つとされ、 森尾神社を、はじめ多くの神社に祀られており、猪子石の猪子石神社と、大石神社のように安山や、子孫繁栄など多産と関連するご利益が見られる。日本では、猪子は、冬の季語である。花札では七月の表現に、萩と著として描かれている。北欧神話では、北条多産の万神族の聖家者とされ、フレイヤは、ヒルディスビーニオ、フレイは、 グリンブルスティを所有している。古代から狩猟の対象であったため、神話にはカルドンのイノシシアのように神や英雄が巨大なイノシシを仕留めるエピソードがある。欧米ではイノシシの狩猟を題材とした絵が古くから存在する。日本では有略天皇のイノシシ狩りのエピソードを描いた足立銀行の絵が知られている。日本には古くから生息しているため様々なことわざがある。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。